せっかくやったもんね。じゃあ、普段なんかウォーミングアップというか、YouTube とか見ながら、ずっとひたすら、ビートで、この、スフィンガーを、とりあえずやる、曲をやる前はもうずっと動かして。それぞれの弦ごとで。なるほど、いいね。っていうぐらいそうだね。で、温まってきたら、まあ、曲の練習。あ、でも見事ですよ。あの、ツーフィンガーってのはさ、人によるんだけど、ウォーミングアップしなくても動く人もいますよね。いる。いる。だから俺なんかさ、レザーハウスで14年かな？日本工学院で12年かな？で、今オンラインでたくさんの方繋がってて、MM ルースもそのあって、多分ね、年間500人ぐらい。教えた。いろんな子を見た。で、僕はその、あれですね、ビーズとか山本巨人さんとやったことによって、曲書くという表現だ。で、パフォーマーになりたかった。出てきたら花があって、はい、見てる人が今あるいろんなことを忘れて、夢中になれるパフォーマー。これ、案外ね、握力が必要。どのぐらい弱いかというとですね、人差し指はもうこんなですよ。薬指は、まあ、これいきなりもう全然動かないんだよね。ビーズやって、もう俺、増田貴信さんっていう鍵盤の方が本当にいろんなことを教えてくれて、若い頃も。今も。翔太郎スリーフィンができへんのかって言われて、俺あんま芸風ないですねって。バリーはあれやぞって。バリー・スパークス。はい、4本、4フィンガーができたって。なんて聞いたの。で、今回楽屋にいたら、その話になって、バリーどうやって練習してましたと。洗濯バサミだって。本当にあのクリップ洗濯バサミ。どのご家庭にも。あれをいつもポケットに忍ばして、ひょ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 ってやってたんだって。で、やっぱり言うても筋肉運動だから。はい、なるほど。で、ピックもやる？ピックほとんどやんないです。ピックは振り子でさ、例えば、これ、例えばこれ、ドッカンとドッカンとドッカンと抜ける。ドッカンと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 ドッカン。あとこのエッジは出ないじゃん、はい、無理だね。3フィンガーでも4フィンガー、4フィンガーはさあ、親指でもね、腰が出ない。こういうこういう感じと違うから。違いますよね。撫でるだけになっちゃう。やっぱベースプレイってやっぱさ、なんていうの、杭を打っていくようなさ、はい、太い作業だからさ、こう撫でるようなやつは、ドッカンドドカンってなんないんだよね。だから、翔くんが言った、バランスよく弾くっていうのはすごい大事で、はい、あとは鳴りっぱなしの楽器だからやっぱミュート、ミュートですね。ここだったら3弦に指を置けば4弦はおのずとミュートされる、はい、ほんで1弦を弾いたら2弦には指が当たってくれるから2弦はミュートされる、はい、で続けて2弦の場合は、はい、こっちの手が出ましたね。これで1弦をパッと止められる。で3弦の時は繰り上がれば大丈夫で、4弦は勝手にミュートされて、こっちは1、2弦をこうっていう、やっぱハイファイに弾くっていうのが、はい、とクリアに弾く。初心者の人に言うのが、押さえてるからいいじゃんで、実は引っ張っちゃってるとか、あちょっとベンドなっちゃうんだよね。ね、あとはこういうプレーの中でこれが小指、薬指が持たないから引っ張っちゃうみたいな、はい、は、駆け出しの方々を見るときはよく注意してやる。なるほど。ライブ中はもう譜面見ないですか？パフォーマーだから、
あれだって MM ルームでも見てない印象見てないですね。飛び跳ねてお客さんを楽しましたいから、はい、でそれはエゴでもあるんだけど、楽しました上で自分も楽しみたいって。はい、ずれ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 といろんなことを喋らさせていただきました、はい、MM ルームスというのはですね、音楽を楽しもうというところにやっぱ軸がいってますね。いってますね、はいはい、で僕は五十嵐幸太さんに壇上でお前は副校長だからとで一応副校長やらさせてもらいます。それで、これからもこの楽しい輪を広げていこうとも思ってます。なので皆さんはチャンネル登録ですか、はい、よく YouTube で見ますけどこういうやつですね。チャンネル登録の方よろしくお願いします。生活の中で音楽が重要な一つのファクターとなって、はい、皆さんが楽しく過ごせればと思うサークルであります。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。